読谷村戸口トゥナイヌシク公園で米軍上陸の地を探す。前に見えてきた浜はセクルディドビーチですが、ここで地図を見ながら場所の確認をします。今回散策する場所は読谷村になります。読谷村の一番南、嘉手納との境界に戸口ビーチがあります。その近辺が今日の目的地です。戸口ビーチと同じ場所にトゥナイヌシク公園があります。発音が難しいですね。標準語で言うと泊まり城公園ですが、ここは方言読みでトゥナイヌシク公園となっている場所です。地図を見ているとトゥナイヌシク公園の東側に米軍上陸の地というのを見つけました。米軍上陸の記念碑とは何でしょうか。沖縄戦当時、米軍は敵です。その敵が上陸した場所に記念碑を作るとは、誰がどのような目的で作ったのか気になって出かけてみることにしました。そうそう、現在地はここです。セクルディドビーチにいます。ここも読みにくい地名です。セクルディドビーチ、英語なのか沖縄方言なのかよくわかりません。セクルディドビーチ、小さな浜ですが、東屋も綺麗なトイレもあり、ちゃんと整備されています。左手の対岸は嘉手納町です。右手に東屋があり、土地の青年3人がいます。米軍上陸の日について聞いてみると、青年らはその日は知らないが、ここにはない、この大きな岩の向こうの戸口ビーチの方ではないかと回答してくれました。地図から見るとこの浜から行けそうでしたが、ここからは行けないようです。車で反対側に移動しましょう。戸口ビーチとトゥナイヌシク公園の入り口に来ました。この2つは同じ場所にあります。正面が戸口ビーチで、左手がトゥナイヌシク公園です。正面の小さな森がトゥナイヌシク跡です。とても小さな城跡で、グスクというより見張り台的な感じに見えます。一番戸口ビーチ、天然の綺麗なビーチです。近年はバーベキューが楽しめるような大型の東屋がビーチ沿いにいくつも作られています。2番沖縄ポークビレッジレストランです。今日は3番のテラス席で20名くらいの外人の団体が食事をしています。
海は見えるし、かなりいい感じです。これは穴場の発見かもしれません。4番が現在地です。最初に行ったビーチが5番。この辺りです。おそらく6番。くらいの場所に米軍上陸の日があると思うんですが。そうそう、この公園の名前の由来、トゥマイグシクがすぐ目の前の7番です。こんにちは。ちょっと探してるんですけど、はい、米軍の上陸記念碑、なんか地図ではこの辺みたいな感じだわけよ。この辺こういうちゃんとしたもんだから、こう普通に公園みたいなところあると思うわけよ。海の旗じゃなくて、だからこの公園の中にないかなと思って。下降りていくと、こっち側にいつか何かの墓みたいなものがちょっとなんかあるんですけど、ちょっとあったよね。ちょっとチラッと見た、なんか穴みたいなね。自治会に行かれた方がいいか、あとお店の人かな。ああ、あそこの方で。
ありがとう。佐賀すみれさん、ありがとう、ありがとう。うん、ありがとう。岩の足元が浸食されて空洞で向こう側が見えます。この大きな岩がプマイグシクです。グスクというよりやはり大きな岩という感じですね。それにしてもかなりの奇岩です。戸口、プマイグシク。今から600年前、ナキジン城主が謀反に遭い、ナキジングスクを奪われた。城主の子は、読谷村、砂部村へ落ち延びた。18年後に、臣下を集めて、元部王主を討ち、ナキジングスクを奪還した。その後の解説は、読みにくいのですが、一度奪還したグスクを次の世代にはまた奪われることになった。その時の暗示は戦で敗れて元部牛剣で死すとあります。私が先日訪問した湧水の里元部の牛剣がこの歴史に関わっているようです。暗示は具志堅で死亡したが、隠居していた暗示の父急春とその家臣は元部からこの読谷戸口に逃れてきて、その後ここで死を迎えた。急春と家臣は東の高取の目洞窟に葬られた。それ以降、北の一帯を戸口、プマイグシクと称すとあります。ということは、本日、私が最初に訪問した浜に大きな岩がありました。その岩の下に祠がありましたが、そこが暗示・急春たちの墓ということらしい。
遠く二の湾市浦添市まで見通せます。ここからだと永遠がいくつも見えそうです。いやー参りました。この熊井口公園、眺めの良い公園、整備された公園の中でも抜きんでている素晴らしさだと思います。まさしく穴場発見です。もっと空気が澄むと那覇市や久米島までも見えるかもしれません。ここは東屋として沖縄ナンバーワンだと思います。米軍上陸の地は探せないですね。困りました。 U ターンしてもう少しだけ奥に進んでみます。米軍上陸の地とあります。右手のようです。1945年4月1日、米軍は読谷村の西海岸から沖縄本島へ上陸した。沖縄戦は鉄の暴風と言われ、一木一草、焼き尽くし、緑豊かなふるさとは瓦礫と化し、住民を巻き込んだ悲惨な地上戦であった。この美しい海岸が二度と再びいかなる軍隊の上陸の地ともならないことを村民は祈る。1995年、読谷村とあります。この写真はちょうど現在地です。膝川の河口付近に集結している米軍の物資輸送船です。こちらのこの図は米軍がどこから上陸したかを示しています。私は米軍の上陸は読谷村の西海岸からと考えていましたが、この図を見ると米軍の上陸は読谷村、嘉手納町、北谷町と広範囲だったようです。今回の動画は地図の中に米軍上陸の地というのを発見したことが始まりでした。戸口ビーチには昔来たことがありましたが、当時はただ自然のきれいな浜でした。数十年ぶりに来てみるとビーチは快適に整備されているし、隣接する公園もとても素敵な公園でした。
快適なビーチ、歴史があるグスク跡、そして永遠が見えそうな東屋。これだけ揃っているなら、ウマイグシク公園は沖縄で一番の公園と言ってもいいくらいです。今回の動画はあまりにも情報が多すぎて、私の今までの動画の中で最長の動画になってしまいました。長々と申し訳ありません。本日も最後までご視聴ありがとうございました。